日本武道館の3面ある畳のうち中央の試合場で3位決定戦が始まりました。まず左からカザフスタンのシャキモ、右からカナダのキース・モーガンです。90キロ級の3位決定戦です。シャキモフは、途中で敗れて敗者復活戦を勝ち上がりました。キース・モーガンの方はこの後決勝に進出した中村義男に、準決勝で敗れてこの3位決定戦に回りました。この90キロ級中村義男、中村三兄弟の長男が決勝進出を決めています。またその他今日は100キロ級では井上康生の兄、井上智和選手が決勝進出、そしてなんと100キロを超えるクラスでは17歳、世田谷学園高校3年生の宗田康之が決勝進出を決めています。それぞれ決勝には日本の選手が登場します。今日の可能杯柔道の最終日です。まず両者に指導が来ました。カザフスタンのシャキモフが技をかけに行くところですが、カナダキース・モーガンが抱え上げようとしました。お互いの左のがっぷり四つなんですけども、はい、どちらかというと五の線のうまい選手2人なんですね。だから相手がかけてきたのをうまく透かすとか、はい、それを返すとかというところが見応えがあるかと思います。はい、赤い帯をつけたカザフスタンのシャキモフの方は12月のアジア大会に出場しましたが2回戦敗退。カナダのキース・モーガン、今右側の選手の方は一昨年のパリの世界柔道選手権で、やはり2回戦敗退。共にもう一歩で上位進出という実力者なんですが、ここで両者指導から注意というふうにポイントが変わりました。試合が始まって1分30秒です。ご覧のように有効のポイントが一つずつです。シャキモフは背中を持ちますので、はい、モーガンのはやりにくいですね。長身のシャキモフ、相手の肩越しに、左手でこうやって掴んでいきます。そして大外刈り、帯を掴んでの大外刈りですが、このあたりはカナダのキース・モーガンもパワーはあります。3位決定戦はそれぞれのクラスで2試合ずつ行われます。90キロ級の最初の3位決定戦です。待てがかかりました。技が出ないですね。副審2人がですね、今手を頭の上で振りましたが、これは判定が違うということで、3人の審判で行われますので、いわゆる多数決になるわけですね。そうですね。シャキモフの方は背中を持って大外刈り行ってますので、おそらくモーガンの方に反則が行くと思います。はい、ご覧のように今シャキモフの方は取り消しというモーションです。今年の1月1日から柔道のルールが少しだけ変更になりまして、この組手争いがちょっと変わりました。引き手、相手の袖口を持つ手で相手の袖を絞りすぎると注意がきます。あるいはちゃんと組まないと相手が持つのを嫌がるとやはり注意が来ると、はい、いうことで、よりきちんと組んで技を掛け合おうという、趣旨のルール変更ですが、かなりこの大会を見ましても袖口を取って注意を受けたり、半身の体勢で相手の引き手を嫌ったりということで各選手が指導をもらっています。今技をかけに行ったカナダのモーガンの方は、掴まれる前に技をかけようという狙いですね。 ですね、はい、しかし上から潰されました。後ろになっているカザフスタンシャキモフが、相手の上半身をコントロールできずに待てです。カナダのモーガンが警告、したがってカザフスタンのシャキモフに技ありのポイントです。一方のシャキモフの方も注意まで行っています。有効のポイントがカナダのモーガン、したがってシャキモフがちょっとでも攻めないと今度は逆にモーガンの方にね、ポイントが入ることになります。はい、
モーガンはあの横車が得意なんですが、はい、相手がの右組みだといいんですよね。あ、なるほど、はい、あ、肩車を狙いました。カナダのモーガンです。カザフスタンのシャキモフは前に出ようというところですが、両者相手のズボンをこう掴み合って抱え上げよう、はい、まあ、非常にこう、まあ、両者ともパワーには自信があります。シャキモフは本当にあのパワー柔道ですね、アジア大会ではあの日本の中村芳生に負けたんですけども、はい、前半はあのシャキモフがどんどん押してましたからね、はい、シャキモフはどうしても試合のおしまい頃にスタミナが切れるというのが弱点の選手です、はい、残り1分、モーガンとしてはグイグイ押してなんとか反則を取れればというところなんですが、そうですね、ここからが勝負ですね。さあ1分です。さあ主審が試合を止めました。シャキモフの方に反則が来るのかどうか。そうですね、あの微妙な違いがあるんですが、モーガンの方があの若干前に出ながらこまめに技を出しましたので、はい、おそらくシャキモフの方に警告が来るんじゃないでしょうか。カザフスタンのシャキモフは、まあ、裏投げですとか小外掛け、やはりこう力を利用して相手を振り回すような技が得意です。あ、やはり守っていたということ で、 そうです、ね、両者警告でポイント並びました。残り50秒の戦い、これ以上反則をもらいますと反則負けです。支え釣り込み足、右腕一本で支えましたカザフスタンのシャキモフ。うまく入りましたね、モーガンの方引き手がちょっとあの外れましたけども、はい、判定になった場合には非常にこの今の技が要素になりそうです。しかし守りに入るといつ反則が来るかな分かりません。やはりあのシャキもパワー柔道ですので後半バテますね、はい、カナダのモーガン、これに勝ちますと銅メダルという試合、やや有利でしょうか。残り20秒、足を飛ばしてきました、得意技。残り13秒です。このままいきますと旗の判定、モーガンが最後まで前に出ています。旗判定になりました。90キロ級の3位決定戦、どうやらモーガンの方は自信があるようです。ラスト1分の攻撃はあのモーガンだったですね、はい、審判がどういうふうに見ますか分かりませんね。赤い旗が上がりますとカザフスタンシャキモフ、白い旗が上がるとカナダのモーガンです。準決勝で日本の中村芳生に敗れてこの3位決定戦に回ったカナダのモーガン、白3本、そのモーガンの銅メダル。最後の支え釣り込み足が大きかったですね。やはりあれがポイントが大きかったモーガンです。やはりそのパワー柔道シャキモフの弱点が出てしまいまして、試合が早く決まればシャキモフだったんですが、さあその支え釣り込み足、引き手がこれ外れてますからね、あれを持ってれば見事な一本だったと思いますよ。なるほど、はい、その外れた右手でシャキモフが体を支えてしまいました。ポイントにはなりませんでしたが、大きな判定の要素になりました。カナダも